坂井博士は日本の司会者、アナウンサーである。NHK を経てフリーアナウンサーとなり、坂井博士の噂のスタジオでは、ほのぼのトークと親しみのある人柄で人気を集め一時代を築いた。東京府東京市京橋区出身。1 9五十年、法政大学卒業。法大在学中は弁論部に所属。卒業後、NHK に入局。新潟。 福岡の各局を経て、東京アナウンスへ、特に、社会、家庭教養番組で一時代を築いた。1982年に NHK 退職後、フリーとなり、日本テレビテレビ朝日などで活躍した。1989年の第15回参議院議員通常選挙では、比例区から友部達夫らが結成した年金党公認候補として立候補するが、落選。 それ以降は番組の出演から離れ、講演会、イベントの司会行等で活躍している。また、坂井博士の話し方教室、坂井博士朗読研究会を経営、指導している。足長育英会のスピーチ講師を25年間、維持大学生に対し、ボランティアで指導を行うほか、カンボジアに学校を慈悲で建て、毎年カンボジアの女性と子供のために援助をするなど、 活躍は多岐にわたる。2017年4月20日、心不全により死去。91歳没。打つ。名は、輝き角広し春心寺。ありがとうございます。